どうも、ゆうじです。よっしゃくそ、今びっくりしましたよ。急にテンション今日はね。いや、本当に。テンション高いっすね。大谷翔平選手、もう20本いきそうっすよ、もう。ホームラン数で言うと。まあ、これが編集から上がってる頃には20本いってると思います。いってると思いますね。今が19本ですかね。19本、現時点では19本ですね。でもね、やっぱ彼の飛距離は特別だね。いや、日本にいる時にさ、東京ドームでフリーバッティングしてたんだけどさ、電光掲示板があるじゃん、はい、まあ122メートルあるね、ホームランのセンター、はい、その奥に電光掲示板がある、はい、あれに当てるからね、半端なく飛ぶよ、本当に。で、札幌ドームでもさ、昔広いなんて言ってたけど、フリーバッティングではあれ中段以上行くからね。その記録もさ、はい、まあ試合数云々だって半分以下でしょ、で到達でしょ。そうですね、本当にそうですよ。まあホームランだけが野球じゃないけどさ、まあ、まあ でもすごいよね。いや、すごいですよ。チームにはちゃんと貢献してますからね。ただね、松井秀喜と俺は比べてほしくない、うん、試合数も松井秀喜の方が全然上だよ、はい、ホームラン数も超えてるよ、はい、でもね、ヤンキースっていうチームのプレッシャーが違う。それからジャイアンツから行ったでしょ、はい、プレッシャーが違うよ、それも数字だけで比べるんだったら、それ大谷すごいってなるかもわかんないけど、それは背景にあるもの、それは全然違うよ。だけど大したもんだな。ピッチャーもやりながらで、そうなんですね。お前人体伸びちゃってんだから、左手アメリカでもね、論争になってるらしい。あ、そうなんですか。やっぱ日本でも論争になったじゃん。いや、ピッチャーの方がいい、一本の方がいい、バッターの方がいいとか、いや、両方やらせろみたいな。アメリカでもやっぱなってるらしい、やっぱりバッターに専念させるべきだ。うん、だからアメリカの場合はさ、はい、びっくりするよ、169とか投げんだよ。それもツーシームだよ。キャッチャー取れないな、こんなの。そんなやつがいるから、もう大谷ピッチャーやめろと言えるよね。なんか説得力あるから。そうですね。でも日本で言えば大谷が最速なわけだからさ、はい、そっからピッチャーやめなくてもいいんじゃないのっていうのが意見が主なんだけど。はい、メジャーやっぱり化け物がいるなぁ。すげえ、めちゃくちゃいますからね。もうスピードバック見て、味方の選手なんかベンチで、笑ってんだから、もう呆れるぐらいの速さなんだよ。でもそれから比べると、大谷ってまだおとなしいじゃない、ピッチャーとしては。そうですね。だから俺もね、バッターに専念した方がいいなと思うね。おー。これ江川さんが言ってたじゃん、俺はピッチャーの中のバッターだった、でも大谷君はバッターの中のピッチャーだった、だからやっぱその質が全然違うんだと、ピッチャーとの質が、はい、って言ってたじゃん。だからバッターに専念した方がいいとか言ってたじゃん、うん、やっぱ俺もそうだと思うよ、うん、最近見てて、うん、メジャーに行ってはっきり分かった。日本の場合はさ、8割の力でできるけど、メジャーだったら 100% の力じゃないとやっぱ打たれちゃったりとかするじゃん、うん、だからそれを考えた時にやっぱもうバッターの方がいいかなと思うよね。だから、まあ、この数字を見るとさ、はい、バッターで十分やっていけるし、足もありますからね。あれさ、まあ例えばそうなってくると、ピッチャーやらないって言ったら外野手につけるじゃん、うん、ああ、そうですね。センターとかついてみ、ものすごい守備範囲を誇ると思う。いや、そうなんですよ。取ってからレーザーウィーフどころか、そうですね、160キロが来るんだよ。魅力ない？いや、魅力ですよ。その魅力の方が見てみたい。確かに楽しみですね、そういう考え方したら。野手一本で、あいつがセンターに入って、縦横無尽に駆け回って、その人が取れないようなボールも取るんじゃないかっていう、うん、なんか夢を見せてほしいな、今度は。そうですね。ピッチャーいいよ。だって、肘痛いんだもん。いいですもんね。そうですね、もう。だから両方やるからそんなことになるわけだから、あれ外野手だったら肘痛いなんか言わないよ、背中張ったとかさ、腰張ったとか、はい、仮にじゃあ、せっかく大谷君の話題なんで、うん、シーズン通して何本も出ると思うんですか、はい、あ、40本いくんだよ、おー、もうそのぐらいのものは、あると楽しみにしてます。楽しみにしてます。お願いします、大谷選手。お願いします。